言われなき罪に問われた釣られた男。今毎日逆立ちの練習をしてイメージトレーニングを続けています。そう、そなたに安息の日々は訪れません、永遠に。やはり追ってきたか、女教皇ゲイか。やっと見つけましたよ、トガニンよ、捕らえよ。はっ、わーっと男に迫ってくる教皇庁の騎士たち。私は捕まるわけにはいかないんだ。男、攻撃をかわしつつ騎士の王たちを奪って王立ち回り、せっ必死に抵抗する男だが、とうとう捕まってしまう。話せ、私は何の罪も犯していない。組み伏せられた釣られた男、騎士たちに捕まり女教皇によって投獄される。第一幕第一番、ここまで。ありがとうございました。やっぱり広く感じる、レッスンルームに一人きりだと。今のでちゃんとできていたかな、釣られた男にされる意志のお芝居。大アルカナの一つ、釣られた男。正位置の意味は努力や犠牲、忍耐。逆位置は徒労や骨折り損を意味するとか。劇フェスの第一幕で私が演じるのは、神の奇跡を否定し医学で人を救おうと奔走する医師。だが権威を誇示する女教皇から咎人の烙印を押され、言われなき罪で幽閉されてしまう。努力と犠牲、ただでさえ難しい役なのに。王たちを使った王たち回りまであるなんて。お、王たちで王たち回り。あ、よかった、誰にも聞かれてなくて。でもやっぱり難しいな、一人でする練習って。一人だとレッスンルームもこんなに広く感じて。だけど玉尾先輩たちの邪魔はしない。ゆっこの気持ちに応えるためにも、今自分のやるべきことをやらなくちゃ。とはいえ、釣られた男が教皇庁の騎士たちと繰り広げるアクションシーンは第一幕の見せ場の一つ。しかも相手の騎士は数十人の。喜一弥勒役や鬼影役で演じた盾とは桁違いの人数。これだけのアクションシーンを一人で稽古するには私では経験不足。私どうしたら。うわあ、電話。びっくりした、誰だろうこの番号。はい、もしもし、秋風るいですが。え、はい、そうですが、イスルギさん。聖書音楽学園のイスルギさん。おお、秋風、こっちこっち。あ、おはようございます、イスルギさん。悪かったな、休みの日だってのに急に呼び出しちゃって。いえ、とんでもないです。ですが、あの、どういうことなのでしょうか。劇フェス第一幕の練習をイスルギさんと一緒にって。まあそんなに警戒すんなって。別に取って食おうってわけじゃないから。劇フェスの第一幕でさ、秋風が演じる釣られた男にアクションシーンがあんじゃん。え、あ、はい、星見さんの演じる女教皇。
彼女が率いる教皇庁の騎士団との大捕物ですよね。そうそう、あのシーンって第1幕の最初の盛り上げどころ、つまり今年の劇フェス最初の見せ場だ。あ、その通りです。だからガツンと気合が入った盾を見せないと、お客さんががっかりしてしょんぼりしちまう。ってことで演出部のマサイからアドバイスを求められちゃってさ、アクションシーンので、どうしたもんかなーって悩んでたんだけど、一人じゃアクションシーンって練習しようがないじゃん。その通りです。そうなるとさ、こりゃ演じる本人と一緒に考えた方がいいなーって思って秋風に電話してみたってわけ。迷惑じゃなかったか？そんな迷惑だなんて。私も同じシーンで行き詰まっていたので、とてもありがたいです。しかも盾の名手といえば聖書音楽学園のイスルギフタバさんを置いて他にいません。そのイスルギさんとご一緒に練習ができるなんて光栄です。そうか、よかった。せっかくの激フェスだからな、ライバル校が垣根を越えて交流できる絶好の機会だ。お互いいい練習にしようぜ、秋風。はい、よろしくお願いいたします、イスルギさん。たとえ罪に問われても信じる者を貫き続けた釣られた男、見習いたいな、この生き方。今更ながら玉尾先輩やユッコ、多くの人たちのおかげで今まで演じてこられたんだって実感する。でも激フェスでは自分自身の手で自分だけの釣られた男を演じなくちゃ。やはり追ってきたか、女教皇ゲーか。やっと見つけましたよ、トガニンよ。さあ、祝福されし教皇庁の騎士たちよ、この愚かなるインチキ医師を捕らえるのです。はあ、女教皇ゲーか、インチキ医師をおとなしく幕につけ。はあ、逃がすか。秋風、セリフ。私は捕まるわけにはいかないんだ。黙れ、ゲーカにあだなす反逆者風情が。いっけね、大丈夫か秋風。話せ、私は何の罪も犯していない。よし、ここまで。ありがとうございました。ちょっと強く当たっちゃったな、どこも痛いところないか？大丈夫です、ちゃんと受け身を取りましたので。よし、ならオッケー。でも、うん、かなり良くなってきたんじゃないか、動きにもキレが出てきたし。ありがとうございます。すごいですね、イスルギさん。あれだけ動いても息一つ上がっていません。ま、慣れてるからな。しかもいくつもの役を同時に演じながらあんなにたくさんのアドリブまで。なんかこっちも気持ちが乗ってきちゃってさ、アドリブバンバン入れちゃったよ。すごいです、イスルギさん。イスルギさんがキラレ役として上手に誘導してくださっているおかげで、お芝居の動線がはっきりと見えてきましたし、一人だとぼんやりとしていたところが明確になってきて。やっぱアクションシーンって実際にやってみてなんぼだからな。
そうなんです。実際に捕まってひどい目に遭わないと気持ちが入らないっていうか。おかげで釣られた男の気持ちと体が自分の中で一致してきた気がします。そうかそうか、そりゃよかった。だけど。だけど？なんかまだ芝居がぎこちないんだよな。ぎこちない？ぎこちないっていうか窮屈？窮屈？私がですか？何なんだろうなこの感じ。あ、なあ秋風、お前芝居するときどんな動きをイメージしてる？動きですか？そうそう、舞台での基本的な動きな。うまく言えないんだけど、秋風の芝居って釣られた男である前に微妙な癖があるっていうか。いつも舞台に立つ時には先輩の動きに近づきたいと思っています。玉尾先輩のような優雅な足さばき、見え切りの時の切れ味鋭い身のこなし、私もあんなお芝居ができたらと常々。それだ！うわっ！そうかそうか、やっとわかったよ、お前の芝居が窮屈な理由。あのな、秋風、お前には巴や夢王子姉みたいな芝居は無理だ。無理？そんな。あ、言い方が悪かったな。無理っていうか合ってないんだ。え？慎重だよ、慎重。慎重？秋風って巴よりもタッパあるだろ。それは、はい。なのに巴のお芝居をトレースしようとするから窮屈な動きになってるんだ。え、あ、巴は自分の身体情報をきちんと把握しているから、優雅な足さばきや切れ味鋭い身のこなしができてるんだ。身長が違う秋風が同じ芝居をしようとしたら、どこかに無理が出てくるのは当然っちゃ当然だよな。なるほど。ですがショックです。私には玉尾先輩のようなお芝居ができないなんて。何落ち込んでんだよ。役者にはそれぞれ適性ってものがあるんだ。私もこの身長のおかげでできることがあるし、秋風のその身長と長い手足は舞台ではかなりでかい武器になる。でかいだけにな。そうなんですか。例えばさっき言った足さばき、お前の身長で釣られた男の大立ち回りを演じるなら、基本姿勢はこうだ。ガニ股？身長の高い秋風が巴の動きを真似ても変に内股になってバランスを崩すだけだから、あの立ち回りのシーンでもキスとぶつかった時に当たり負けして転んじゃうんだ。だから釣られた男の基本スタイルは重心を下げたガニ股が一番。やってみろ。はい。ガニ股、こうですか？もっと。こう。もっとだ。こうですか？よし、そうだ。ですがこれはなんというか、すごく荒々しい構え方というか。よし、じっとしてろよ。お尻を持って。何を？ほれ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 。お尻を揺らさないでください。ほれ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 。あれ？
気づいたか？は、はい。なんというか、バランスが崩れませんね。な、身長が高いやつには、高いなりの体の使い方ってのがある。確かに、荒々しいガニ股には、巴のような優雅さはないかもしれない。でもさ、秋風るいとしての魅力的な芝居ができるとしたら、どうだ？秋風るいとしての…自分の武器を理解すれば、自然と舞台での自分の立ち位置ってのが見えてくる。立ち回りのシーンだって、自分に合った武器、武器の長さ、武器の持ち方、バランスの取り方が分かってくるんだ。巴には巴の、秋風には秋風の、体の使い方と芝居。秋風、お前が目指すべき芝居は、どっしりだ！どっしり！何より、お前のその長い手足は、女教皇に逆さ吊りにされたとき、生える！生える！せっかくのタッパだ。武器として使わないともったいないぜ。演出や脚本チームも、そんな期待を込めて、お前をキャスティングしたんじゃないかな。なんて。ま、本当は巴とかに教えてもらうことなんだと思うけど。あいつ、今、それどころじゃないだろ。はい、今まで以上に鬼気迫る様子で練習に没頭されています。やっぱな、見事な短歌だったからな、こっちが見とれちまうくらいの。でも巴の本気をぶつけられた。あんなことされちゃ薫子もじっとしてられないみたいでさ、あいつも今まで以上にマジになってる。思い出すよ。え？私が習ってた日舞にさ、毎年お正月に全流派が集まって日本一の舞手を決める大会があるんだけど、そこにさ、薫子と巴がいつも一緒に出てて、いつも薫子が優勝して、いつも巴は準優勝だった。あの時の巴ってさ、内心すごく悔しいはずなのに、いつも優しそうな笑顔で、薫子におめでとうって言ってたんだ。そう、だったんですか。でも、今の巴は、違う。あの時の巴とは別人だ。相手を切り伏せるほどの気迫。まさに、死神だ。あんなのに当てられちゃ、薫子だってじっとしていられないさ。薫子も巴も、ここぞって決めた時の集中力は凄まじいからな。となると、他人のことまで構ってられなくなる。もしかして、それを案じて私にお電話を？私も一人じゃ練習できないからさ。秋風って、巴といつもべったりだったろ？べったりというわけじゃ。いえ、そうですね。べったりでした。お？過去形？に、できるようにしないと。偉いな。私も、やんなくっちゃってことさ。今、自分のやるべきこと、あいつらみたいに。一人で追い込むことで至る境地もあるけど、誰かと努力して到達できる場所だってあると思うんだ。イスルギさ、釣られた男の正位置が意味するのは努力。私、到達したいです。
自分の武器を生かした最高の釣られた男のお芝居に。よし、その意気だ。じゃあもう一回頭から通してやるか。どっしりと。はい、どっしりいきます。ガニ股で。